オーディオファイルエブゾンダンスエブゾネスは、ギリシャ陸軍の歴史的な精鋭の警譜表と、山岳部隊の名称である。今日では、大統領警備隊、精鋭二条兵、無名兵士の墓の守備兵、アテネのエブゾネス基地の門兵、大統領官邸警備隊の呼び名でもある。通称、シグマラムダイオタ、複数形シグマラムダイオタデルタイプシロンと呼ばれる。 この部隊の制服は、オスマン帝国のギリシャ占領に抵抗したクレフテスの人々が着ていた服をアレンジしている。大統領警備隊は主に議場兵だが、エブゾネスのほとんどはギリシャ陸軍不評団の士官兵で、ある。基本訓練中に、不評募集訓練センターで最初に見極められる。加入には、最低1.95メートルの身長が必要とされる。エブゾノスという語は、 ホメーロスのイーリアスで、よく守るの意であると記述されている。この言葉は、不特定の装備を持った、警譜表を表す言葉として、何世紀にもわたって使われてきた。通称のツオリアズは、安物を着ている人の意である。1833年の制服は、多くの戦列布表と、同様、青いズボン、テールコート、車工帽のバイエルニ様式であった。1837年に、 系譜表にのみ、現在のような様式の制服に変更され、その後多少変更が加えられるが、ギリシャ独立戦争の多くの兵士やアマルトインが着ていたという人気から1867年にエブゾネス全体員の公式制服となった。制服は文館による手作りである。ありがとうございます。